小麦、そろそろ食料の場所。反応しないんだけど。小麦、いっぱいあるじゃん。あーねー、小麦。いい。全然いっぱいだな、これ。なんだこれ。これあれか。ツルハシか。いい加減来た。はい。これで小麦を食べさせる。逆も。これで多分子供ができた。あれ。なんで混ぜなかったの？なんで白と白にあげたの？いや、でも色ほら、後で。どっちが生まれるかなとか。後で染めればいいかなっていう。好きな色に。でもあれなの、茶色と白で子供産んだら混ざんのこれ。いや、どっちになるのかなみたいになったと思う。どっちかが生まれるみたいな。もうちょっと広げようか、オリ。オリ。ちゃんと出るときは余計なもの外してから移動するんだよ。で、自分が出たと同時に逃げちゃう可能性あるから。ちょっと広げるか。可愛いちっちゃい筋。小さい時は可愛かったんよ、あんたもってよく言われたろ。ね、今は可愛くないみたいな言い方すんだよ、ね。よし。じゃあ次牛を探してこようか。牛転がしすんの？転がします。牛。しまったの斧だな。斧持ってきてねえや。なんでそんなに狭いの？ストレスで死んじゃうぞ。今広くしてんだよ。斧がないから壊れるのが。どうしようかな。斧用意するように。今日のノルマ。地図持っていくといいよ。地図広げながら行ってごらん。せっかく。取るの忘れてた。持たしたぞ。ほら、だいぶ広がってる。勝手にミオさんが歩いてるから。知らないうちに地図が広がってる。地図持ったまま歩けば広がっていくはず。ほら、くまさんご覧よ。地図ちょっと広がってんでしょ。ほらほら。なんで2個あんの？上は広い地図、下は狭い地図。上ちょっと広すぎだろ。下狭すぎじゃない？だからとりあえずこれ埋めた後に上ぐらいって感じ。もっとでかくできたよね。重なるとこねえな。さあて農業。シャベルがなくなったぞ。そんなに使ったの？石でいいか、シャベル。あ、鉄シャベルにするか。鉄結構できたし。鉄シャベル5本ぐらい用意しとくわ。鉄シャベル？多くて越したことはないだろう。家の周りの土もっと掘るだろう。ちょっと一気に作り方が慣れてきたんですね。おい、危ねえ。土が多すぎる。作りすぎるこれ。ダイナマイトは火薬と砂。火薬は？火薬。なんだっけ、クリーパーから落とされる。あったそんなに。そうか、ちょっとあったかな。だから砂がないかも。俺さっきかまどに突っ込んじゃった。砂そこにあるわ、いっぱい。鉄装備一式は剣でいいか。鉄の剣が鉄装備一式ね。左上の鉄の剣、鉄装備一式はそこで。家の周りの整地すっか。整地は前みたいに尺外でやるか。俺めっちゃやってんだけど。超地味な絵が続くぜ。ダイナマイトはどうやって作るんだい？砂と火薬？砂と火薬で石と砂利と石灰で叩きが作れるよね。コンクリートが配置どうだったっけな。まあ2つでいいならね。2つじゃないね、結構いるんだよね。え？火薬囲むのかな、火薬を。いや違う、火薬4つに砂5つだっけな。とりあえず夜だ、寝ようぜ、敵が湧く前に。俺ちょっと寝れない、かなり遠いんですけど家から。例えばリュウさんも夜にあの人牛探しに、あれいた、牛探しに行ったんじゃなかった。牛は何の成果も得られませんでした。そうよ。木だけ持って帰ってきた。牛を探しに行くっつってたのに。あ、ダメだ、わからん。夕方になったから。これほら、これちょっと広くなってるでしょ。なんでこんなにわかりづらいのこれ。広がってた。もう一個の地図も持ってるなら、こっちの上の方もさらに広げていってくれると。もう一個の地図。うん、地図、4と7かな今。あ、4と7持ってる。だって両方持ったまんま旅してくれると両方広がるんじゃないかな。ダメだ、わからん。神様に帰ってきてもらわないと。帰るわ。そろそろ食事も追加しないと減ってきたかな。だいぶ減りたいんだけど死ぬかなこれ。豚はいっぱいいる。土だらけなんだけど俺。土が満タンになりそうなんだけど。怖え、超怖え、死ぬか。大丈夫だった。土。いいわ。お花畑から。いい。ただいま。お、とりあえず朝にしよう。このベッドの位置がイラッとするよね。なんか匠さんが。あ、ベッド吸い込まれた。シュウヤ、ベッド返して。俺の。本当だ。なんで壊した。え？違うとこで寝ようかな。置けない。違う。俺。H 小文字の H みたいな。今度ミュウさんに吸い込まれた。ベッドをね、置くんじゃなくて投げ捨てて。9。何自分のあそこの上に行くのお花畑でね。お花畑いいな。お墓じゃねえのか、大丈夫か。成仏しちゃうんじゃない。成仏しちゃうんじゃない。俺もでいいわ、寝よう。朝って素晴らしい。しまってあるお花を持ってこよう。この地下室行ってねえな、ちょっと行ってみようかな。地下室どうなってるの。何もしてないよ。あ、なんかいじったかったらいじってね。これね、言っちゃいけないんだけどさ、今これ独房レベルだよな。独房。来たんだけど何にもなさすぎてさ、松明が1個か2個だけっていう、あ、これ独房だわって思って。もう作業枠でいいのこれは。いやいや。ライラックとかあるんだ。ああ、匠。なんだ。きっとミオさんが牛を取ってきてくれるはずだから。牛を探して。いや、意外と誰が先に見つけるか。豚はすぐそこ、豚人参だっけ。そう、人参ね。人参も牛とか。牛とか見つけた瞬間、もう即肉になってるから。解体しちゃう。牛。わ、骨をくれ。よし、ちょっと匠倒しとくか。武器がない、武器が。あ、やばい。やばい。頑張って整地しすぎてお腹が減ってるんだけど。自殺させないようにガン逃げでいこう。おー、クリーパーの音がする。やめろ。自爆。やめろ。ああ、まあ、スターツ。イェーイ。ぶち殺してやったぜ。なんで肩も。やったぜ。牛の方にいるの。今の家の外で。家の外だよ。やべえぜ、全身が腐っていくこの感覚。お花。よっ。ほら。あお、やったぜ。もうダメだ。ツルハシが。やべ、スコップが。もっと丈夫になれよ。ツルハシを作るには鉄とあってない。あで終わった。あのあって。いやなんか牛の声が聞こえたなって。もうあなんかとうとう幻聴まで。幻聴かもしれないなこれ。はい孵化した芋です。上官の食料庫からかっぱらってきました。あ幻聴じゃなかった。何よかったね。夢だけど夢じゃなかった。来いよ来いよほら。ちょっと遠いなここ。牛は種だっけ？牛も麦いいね。あまた反応しなくなった。壊れた。ちょっとずつ広くなっている。ストップストップ。なんかムツゴロウさん化してるとかいる。ああ、クマさんのその下の岩は俺壊しておこうか。え？そっちも持って、あ、とりあえずね、囲みたいんだよ。ちょっと俺今スコップないから石は俺壊すから土任せるわ。わ、ここ割と石だぜ。ちょっとだるいな。土じゃなくて石ばっかりじゃん。壊す壊す。あれ牛。早く牛連れてきてくれませんかね。またなんかね飽きちゃうんだよねこの子たちね。牛が。牛が小麦にさ。出したり片付けたりしながら。なんかね。新しい感動を与えないと。刺激を与えないと。あれじゃないの水とかがいいんじゃないの水とか。水。うん、水で流すの流しておおドーナードーナードーナー牛きたきたきた牛きたーって妙な天使やばいまたまたか高い高いな段差が家の周りがどんどん整理されていくなんかさ、石と土の混じっためんどくせえ地形だな、ここ。お、牛使いがやってきたぜ、僕の方に。ちょっとね、また。あれ、牛いねえじゃん、相変わらず。いるけど、今ね、反対の方行っちゃった。ちょ、牛。やってみろ。あんま離れると、連れてくるのが大変。お、来た、行って。後ろ歩きで連れて行きゃいいのに、ちゃんと出てきてくるんだから。じゃないよ。あ、シャベルがないな。何これ？なんか断崖的の壁みたいな。石ちょっと硬いな。あ、こういう時は人数だよね。一人でやるよりみんなでやれば。なんか変な穴の開き方してるんで。俺はあれだもん、だから岩だけ掘ってるからだよ俺。さあ問題はどこまで広げるかだよね。向こうまですっきり見えるようにしたいよね正直。牛。はよ入れてや。ちょっと。これ人参できてっかな。俺によしよしよし。なんで。嫌われてるのかな。なんでちょっと。よしよしよし。ちょっと牛。そうよ。人参できてる。2個になった。これしんどいな。まだじゃこれ使えねえ。もうちょっと増やさないと。こっちはじゃがいもか。じゃがいもを1個を収穫したら1個になった。また作り直し。なんで。2晩ぐらい経ったと思ったんだけどまだだった1個から1個ができたそしてまた1個増えた誰も食えねえじゃないか無限ループって小悪で状態あでなんか上の方でガラスが置いてるやつが見えるっていう子供大きくなったんなら2匹目増やしちゃっていいよ小麦がねあじゃあこの茶色となんか白いのね。何が生まれる？何が生まれる？生まれたのは生まれたのは白でした。白です。白が優勢遺伝か。ちょっとピンクの羊を作りたいです。ピンクの染料がないとね。染料が塗るんだ。花。あ、でもライラックってライラックはピンクじゃないのか。ライラック上にあるよ。ピンクっぽいピンクの細い花がライラック。赤紫だったライラック。ユウリは何してんの？まさか俺の花壇から。俺塔の整備。自分の花壇これやばい。ちょっとベッドの周りが死にそう。あ、でもあれか、骨があるから骨粉を作って。赤と混ぜればいいのか。うん、混ぜたら色変わんの？なんかピンクできなかったっけ？そろそろ壊れる。なんあ、壊れた。すでになった。赤いの。じゃあ割れないで。花が一個もないよ。キャベル。花もね、もっと種類あるんだけどね。全部上に植えてきたから。赤いのないかな。あるよ、バラとポピーが赤いよ。ポピーちょうだい。あれ、これ岩か。このクマさんの。俺の。聖地をちょっと。ポピーを。2つぐらいもらっても。なんてこった。このクマさんは量よりも聖地の方が好きらしいからね。あ、できた。これを聖地じゃねえよ。聖地してくれよ。聖地なんかしたくねえよ。聖地中。囲みてんだよ。俺の城を。できた。ログハウス。よし、ちょっと羊を。ピンク色になる瞬間見たいから教えてね。はい、もうやっていい？見に行く見に行く。やって。あ、一瞬だ。ピンク色になった。おめでたい。なんか餅みたいだなこの色。残虐非道なミュウさんが止めたよ。羊をピンク色に塗るっていうひどいいたずらをしてる。これでもうね。なんか紅白餅みたいだよこれ。2匹作ったから子供がピンクになる。ね、なんか顔だけ白いんだけど。顔相変わらずムカつきな。顔のムカつきさは変わんねえんだよ。牛も変わんの？牛は変わんないかな、それ。牛は変わんのこれ。牛変わんないね。変わんなかった。うちも牛もね、実は2色あるんだよね。そうなんだ。白？種類が違うんだけど。そうなんだ。それもじゃあつけたらついてる。キノコ牛ってやつなんだけど。すげえ毒々しいよ。なんか赤くてゾンビみたいなね牛なんだけど、敵側の牛って感じ。敵側が乗ってきて襲撃してきそうね。いや特に攻撃はしてこないけどね。やばい、夜が近づいてきたぜ。花を2つ釣っちゃったからライラック。今日したことってただ俺土掘ってただけ。いや私も牛連れてきただけだから。生産性あるのかな。もう一匹牛が来れば。一応地図できたからね、ちょっとその地図広げに行きたいね、次は。村あたり見つかると嬉しいんだけどな。地図埋めながら歩いて。作業枠。ちょっと。いや。すべてをね。すべてをお見せしましょう。よし、寝るか。ただ掘る、あれだ。ただ掘ってる一日の、そういう日だってあるさ。あれが足りない、あれがフェンスがちょっと足りない。もう少しで埋めれるぞ。お。あ、途中のなんか空いた中2階みたいな展望台になってる。登ってみ。俺を殺す。死んでもすぐ回収できるか、この高さなら。走って登れるのかな、これ。俺、ここ上、置けなかったっけ。なんでダイヤモンドまだ持ってんだろう。死んだ時危ねえから、とっととボックス。死んでも大丈夫だけどさ、溶岩に。おいよ。あ、よかった、中2階。ああ。寝る。たまに。すげえ、下が見下ろせる。クマさんが。クマさんのところに誰か来てるぜ。すげえ、下の方で歩いてるのが見える。いや、はしごを降りるとき、そのまま真下に落ちたらさ。水敷いてるから多分大丈夫。キャーッ怖え。たまひょん。ほら見捨てたじゃん。もうちょっといるよ、もうちょっと。2個じゃダメだよ、2個じゃ。ここもうちょっと広げとかないと。いや、まあ後でな。どうするか考えろ。夜は危ない。俺もそのうち自分の部屋考えないとな。おやすみ。おやすみ。大自然の中で。自然じゃねえよ。